はい、皆さん、こんばんは。はい、パナシャン来てますね。パナシャーンパナシャン、お返事はお返事しないかなねパナパナリンコですの。はい。パナパナリンコがベロベロしてますね。後ろからはね、ミケタンがなんか私の足をペロンとしそうになってます。はい。ミケタンも来ましたよ。はい。 ミケたンもいらっしゃいました。はい。えー、お揃いでございますね。皆の週お揃いでございますね。はーい。えー、今日一日はいかがでしたでしょうか、皆様。ねまあ、大変なニュースといえば大変なニュースが入ってきております。まずね、まずこれ、あの、イタリアなんですけど、8月なのに、 8月にですね、イタリアで雪が降ったようですね。9月かな ?9 月ですね。すいません。9月、まあ、雪降ってますということで。雪でございます。雪が降ってますね。でもって、皆さん知ってると思うんですけど、今ね、ヨーロッパ大洪水なんですよ。はい。 今、ヨーロッパは大洪水に見舞われておりますよということで、一体何、何が起きているんだということを言っておりますけどね。はい。えー、まあ、今年の冬ですね。はい。今年の冬、ヨーロッパはラーニャ現象によってね、どうやら幻当になるようだと。 はい。あったかい冬というのは、ヨーロッパにはあ、今年は来ないということでございますね。はい。まあ、そういうニュースがございます。はい。えー、なぜかイタリアでは雪が降り、まあ、その他の地域では、水浸しということでございますね。まあ、お分かりになりますよね。えー、まあ、ほ大変な時代になってきました。はい。 気象変動というかね、これ、はい。えー、もしかしたらね、あの、一説によるとですよ、一説によると、氷河の木の前のね、えー、まあ、とんでもない熱波だったりとか、とんでもない寒波だったりとか、まあ、小氷河期がね、来るんじゃないかとも言われております。はい。まあ、そんな中でね、あの、太陽フレアが、 今、ボコボコと発生しているわけですよ。はい。えー、すごい太陽フレアの写真を見ました。えー、これどうしましょうかね。貼り付けておいた方がいいんでしょうか。まあ、あの、太陽フレア本当にすごいんで、えー、同じね、ブレインデッドニュースさんに書いてあるんでね。えー、まあ、あ、ブレインデッドニュースさんのトップページを貼り付けておきますね。皆さん、あのー、まあ、見に行ってください。はい。 えー、すごい太陽フレアでございます。これがもしかしたら気象以上にも影響しているのかなってことですね。<laughs> まあ、本当ね、あのー、大変なことをですね。はい。日本は、まあ、まだまだ暑いということで猛暑日が続いておりますけど、ヨーロッパではなんともう、もうね、えー、とんでもない冬も訪れてきてますということです。 ああ、ですね、本当に。こうね、えー、天気がおかしいと人間の頭もおかしくなりますよね。<laughs> はい。まあ、そういうことで、えー。ちなみにですね、もう一つの記事は、 はい。ヤフーのニュースさんからなんですけど、えー、これね、これ微妙な記事ですね。はい。パツの原産のことです。パツの原産。日本のね、パツの原産改良が必要ですよっていうことが書いてあります。今のままではダメだよってことですね。で、これね、ちゃんと改良してから、あの、運転するんだったら運転してくださいと。今のままだと、えー、この記事によるとね、 えー、グラグラ大きなぐらぐら。はい。えー、まあ、真の銅ですね。真の銅ですよ。はい。真の銅が7以上の、えー、グラグラにはね、ぬっぽんのは耐えるようにできていませんと。はい。すごい告白ですね。大告白でございます。なんで、なんか異常が出ちゃうと。はい。これ以上になるとね。 なんで、まあ、改良をしないといけないんで、もう再の稼働なんてやめて、ちゃんと改良してからにしろよっていう話でございます。まあ、これ本当は私も何度も言ってますけど、日本の場合ね、ぐらぐらーもそうなんですけど、あの、ジャッポーンですねえ。大きな波。はい。こちらの方が押し寄せでくる可能性がね、非常に高いんですよ。 わかりますよね。大きな波でございますよ。なんでね、えー、まあ、これが押し寄せてきたときには、もう、アジャパーですよね。はい。これが押し寄せてきた時には、もう、もう、アジャパーでございます。はい。まあ、そういうことなんで、私としてもね、この記者さんと同じように、かい、まあ、せめてね、改良するまでね、まあ、 やめといた方がいいんじゃないのって思います。まあ、そうは言ってもね、まあ、前にもお伝えしていたように、前にもお伝えしていたようにね、あのー、各国が所有していい、あの、ウランちゃんですね。はい、ウランちゃん。はい。が、あもう量が決まってて30年になったらそれが満杯になっちゃうんですよ。はい。なんで動かせなくなるんですね。 動かせなくなっちゃうんですよ。各国が所有していい、あの、うの乱ちゃんっていうのが規定で決まってまして、その規定30年になったら超えちゃうんですね。なんで、まあ、まあ動かさない方がいいんじゃないのってことですよね。もうだってね、あと5年ぐらいしかないでしょう。動かしてもあと5年なんですよ。はい。 まあそういうことなんですよね。まあどう考えても、これね、って感じですよね。はい。どう考えてもこれね、なんですよ。ね。まあだからなのかもしれませんね。あの40年以上経っても動かちまーすってなっちゃったでしょ日本。はい。これってもしかしたら、うのらんらんちゃんで、 うのらんらんちゃんのね、あの、規定で、えー、30年問題が来るのを知っててね、これをやってるのかもしれませんけど、どうせあと5年で使えなくなるから、40年でも45年でもね、大した違いないかな、みたいなあ、そういう思惑もなんか見え隠れしてますよね。はい。なんか私にはそう思えるんですけどね、5年ぐらいなんだから、あとね、 えー、だからまあ、このサインいいんじゃないみたいなね。はい。えー、まあ、協定あるんでね。協定あるんで、5年後にはアバ、あジャパンなんですよ。全部止めなくちゃいけないんですよ、5年後には。はい。えー、所有していい、いわゆるね、えー、うの乱乱の協定というのが結ばれているんでね。はい。これが30年にはあ満杯になってしまうということです。はい。 まあ何をやってるんでしょうかって感じなんですけど、ギリギリまで使えるところまで使おうっていうのがもしかしたら、まあ日本のね、アウ,アウト政府の方針なのかもしれませんけど、それにしてもねって感じですよね。はい。何かあったら誰が責任取るんでしょう誰も責任取らないのがこの国でございます。はい。えー、まあそういうことなんで、皆さん、あのー、昆布とね、昆布、はい。 何かあった時のために昆布と、あと、いわゆるね、ガイガーですね。ガイガーカウンター。これはもう日本に住んでる限り必須でございますね。はい。まあ、そういうことでございます。もんね、えー、まあ、この国はね、そういう国なんだって、こう、認識がね、あれば、はい。この国はまあ、適当だっていうことをね、分かっていれば、自分で何とかするようにね、動くしかないんですけどね。 はい。まあ、そういうことでございます。えー、それではね、皆さん、今日も一日お付き合い、本当にありがとうございました。まあ、国のね、この不甲斐ない国を、我々一人一人がね、えー、自己防衛で、はい。自己、まあ、なんて言ったらいいんでしょうね。まあ、自己備蓄とかね、自己防衛で、えー、備えていくしか、もう道はないんでしょうね。はい。 えー、爽やかに終わりました。はい。そういうことでございます。それでは今日も皆さん本当にありがとうございました。ね、一日付き合っていただいて、えー、とってもとっても感謝しております。えー、それではまた明日もね、元気なお顔で皆さんとお会いできるのを楽しみにしております。沖縄はババでした。はい、パナタン。どうですかパナタン、お返事はお返事はパナタン あら、お返事しないのね、みけたん。あにゃーん。ね集まってきてますね、集まってね。かわいいですね。はい。それでは失礼します。良い夜をお過ごしくださいませ。本当にありがとうございます。